駿河の貨物駅の東側のスペースに来ています。貨物駅といっても、本線との連絡していた貨物線は廃止になっています。しかし、ここはまだ駅として、こういったコンテナの扱いをやっているようです。で、ここに、この山の北側にある駿河セメントに、つながっていたセメントの専用線があったのですが、その隧道トンネルのこちら側は残っています。フェンスで囲われて中はちょっとわからないんですが、この辺りをスイッチバックしてトンネルに入っていたと思われます。ドローンが欲しいですね。フェンスには草がいっぱい生えていて中がよく見えませんが、こんな感じです。フェンスのところに脚立が引っ掛けてあったので、ちょっと登ってみました。レールが残ってますよ。これほらカーブして、あーピンと合わないね。手前には枕木がいっぱい置いてあります。